猫箱は無限の物語を生み続けたのです。しかし今宵あんたの鍵によって一なる真実が明かされます。そしてそれは猫箱が開かれることを意味する。まさにベアトリーチェを生きたまま腹を引き裂いてその中身をぶちまけるのと同じことってわけです。そのもつ鍋パーティーにあの高速道路の渋滞みたいな大行列が、ベアトリーチェの有名さを驚くべきか、あの連中のゲスさにヘドが出るのが先か、分かりかねるな。あんたにとって一なる真実の書の中身は単なるピリオドに過ぎない。でも六軒島ミステリーを感激する者たちにとってはこれは見過ごせないイベントですから。なるほど。あれはお兄ちゃんのゲーム盤を食い破ってたヤギどもの行列というわけなのね。猫箱もベアトリーチェもいよいよおしまいなのね。ベアトたちはゲーム版の最後の食い残し黄金鏡に立てこもってます。バトラとベアトが門番を務め第一陣を壊滅させたようですが第二陣は防げません。我が主は牢城概念破壊の艦隊を与えられました。黄金鏡の城壁などもはや風前の灯火です。あの島に湧き出したヤギたちは島に惨劇を望む未来の妄言が具現化したもの。そうです。あのヤギたちはネットの海からいくらでも生まれてきます。第一陣など所詮は有象無象。第二陣は違います。無数のヤギたちの中から立てこもる全ての駒たち個人個人の否定に特化した再精鋭から編成しています。総兵力は10万。島に立てこもるほんの数十人を否定するために10万の否定を用意したのです。お兄ちゃんももうおしまいね。もう覚悟はされているのでしょ。後ろ宮バトラは1986年に死んでいて、あの彼は猫箱が生み出した幻想であると。ええ、分かってるわ。その第二陣は我が主より私が指揮官を務めるよう仰せつかっています。お任せを。エンジさん、あなた自らに手を汚させるほど我が主は陰湿ではありません。どうしエンジェ、あんたは真実の魔女なんですよね。そうよ、多分。じゃあ受け入れましょうよ。12年を経てようやく本当の一なる真実を。
私はここでベルンカステルが封印を解き終えるのを気長に待つとするわ。おそらくはパーティーのゲストとしてあなたは呼び出されるでしょう。姿見はありますので、目やにでも取ってたらどうです？あんたこそ出陣前に無駄毛でも抜いてきなさいよ。ゾロリと取り囲んでやがるな。増援を集め、今度こそ一度に押しつぶそうという魂胆であろう。すげえな。俺もお前のゲームで随分とおかしな経験をいろいろしてきたが、海賊船に包囲されるってのは初めての経験だぜ。おそらく黄金鏡の境を打ち破る力を持つのだろう。あの大砲もハッタリではあるまい。あれでこの扉をぶち抜いて一挙になだれ込もうというに違いあるまい。あの大砲前に黄金鏡の境はどの程度持ちこたえる？わからぬ。ただあれだけの数を揃えているのにまだ援軍を待つということは、おそらくそうやすやすと破れはしないのだろう。確かに降伏勧告もしないで攻撃の手を休める理由はそれしか考えられねえな。奴らが与えるこの時間が我らに有利に生かせればよいのだがな。劣勢な側にとって時間はいつだって味方さ。何かの奇跡を期待できるからな。あるいはさらなる絶望を知ることにもなろうか。いて、なんだこりゃ。コンペイト？私よ。あったわよ、ベルンたちの居場所が。おお、さすがはダイラムダデルタ卿。ここじゃ奴らに姿を見られるわ。中で話をしましょう。一筋縄じゃいかないことになってるわ。わかった、誰かいるか。
呼びですか。すまぬが、見張りを頼む。お任せを。奴らが攻撃を開始したら、戦う必要はない。すぐに黄金鏡に逃げ込め。扉を閉めなくていい。しかしそれでは。奴らは扉なんか無視して直接黄金鏡をぶっ壊す気だ。ここで仁王立ちしてたってもう何も防ぐことはできやしない。わかりました。ここは僕たちに任せて、中で対策を。うん、しばらく頼むぞ。それで、エンジェやベルンカステルたちは一体どこに？図書の都よ。聞いたことがあります。海を渡る偉大なる魔女たちが集めた様々な欠片を書物に記し保管した地があると。尊厳なる感激と戯曲と傍観の魔女により厳選されし名誉ある図書の都です。大アウローラ卿は図書の都の主だ。なるほど、妥当な場所である。しかしさすがはラムダデルタ卿ね。無数に想定された隠れ家からこんなにも早く居場所を突き止められるなんて。それがね、簡単に分かっちゃったわ。分かるも何も、向こうで大々的に宣伝をしているわ。無限の魔女、大ベアトリーチェ卿の猫箱の秘密、大公開パーティーってね。なるほどな。やつらがまだ攻めてこぬ理由は援軍待ちではなくパーティーの式次第のせいらしいぞ。そのパーティーとやらでエンジェの鍵を使って一なる真実の書を公開するということなのか。そういうことね。アウローラは久しぶりのイベントなんで、各界から賓客を集めて大パーティーを催してるわ。一なる真実の書はそのパーティーの最後の目玉になるでしょうね。エンジェと鍵を取り戻すチャンスはまだあるってことか。時間的猶予という意味ではね。ただとてもシンプルかつ当然な問題が。なんだ。図書の都は元老院の管理下にある聖域よ。神聖な結界が張られている。元老院の魔女以外は踏み入ることさえできない。パーティーの招待客には元老院に席を持たぬ者もいるので。ええ、いるわ。そういう連中には特別に聖域に踏み入ることを許可する招待状が与えられてるみたい。招待状。これはこれは面白くなってきましたな。と私も思ったわよ。ところがこの招待状、遅刻厳禁でパーティー開始時刻までに入場受付をしてないと自動的に効果を失う優れもの。そしてお気の毒なことに、ついさっきパーティーは始まっちゃったわ。つまり遅刻した来客の誰かから招待状を奪うという手はもう手遅れということか。そういうこと。でどうすんの。これから誰かポップコーンもらえる。今度はキャンディフレーバーがいいわ。門外漢で恐縮だが、もはやお手上げに思える、ね、私たちはもうおしまいなのですね。ここで座ったまま奴らが襲ってくるまで待ってるしかないの。何かできることがあるはずだわ。そうね、私たちにできることは一つだけあるわ。それは一分一秒でも悪あがきして奇跡を待つことや。奇跡。つまり
こいつは荒野の砦ってわけさ。私たちに降伏はない。できるのは1分1秒でも持ちこたえて奇跡が起こるのを待つことだけね。ウリュウ、奇跡って何？エンジェが何かの理由で気が変わってここへ戻ってくる可能性が何百万分の1の確率であるかもしれない。そのような極小の確率の末ならばそれは確かに奇跡と呼べるであろうな。私たちはエンジェさんの帰りを待つためにここにいるんです。ええ、エンジェさんの帰る場所は私たちのいるここだけなんだから、私たちは最後の1秒までここを守って彼女の帰りを待たなければならないんです。留守をお預かりすることこそ使用人の役目。ここうとなればこの号だ。もう覚悟は決まっております。バトラー様、我ら一同すでに覚悟は決まっております。シエスタ姉妹この得体一同、名約に基づき最後まで大ベアトリーチェ教とご一緒するであります。45、問題ありません。最後まで戦います。ようやく似合いの死に場所を見つけたに、410、問題ないに。煉獄の七姉妹、最後までベアトリーチェ様とバトラ様のおそばに。アイゼルネイ・ユングフラウ、最後までお供します。元 SSVD もいいぜ、付き合ってやな。そしてあなたもどうか私たちに力を。私？だよ、偵察してきてあげたじゃない。それで私は十分協力をしてあげたつもりだけど。あなたはエンジェちゃんが都市の都の中にいるのをどうやって確認したんですか？もちろんこの目でよ。私、自分の目で見たものしか信用しないたちなの。ということはあなたは聖域である都市の都に入る資格を持っているということですね。そうと、大ラムダデルタ教は元老院の大魔女であらせられるぞ。ラムダデルタ、何よあんたたち、まさか私にもう一働きしろって言ってんじゃないわよね。これはこれは思わぬ出番だね。図書の都に入ることができるのはラムダデルタ教ただ一人ということは、これはまさにラムダデルタ教のための見せ場ということじゃない。バカ言ってんじゃないわよ、あんたたち正気？私がたった一人であそこへもう一度侵入してエンジェを連れ戻してこいっての？バカも休み休みお言いなさいよね。エンジェを助け出すってことはダイアウローラのパーティーをぶっ壊せってことよ。私に世界を敵に回せってこと？私に見返りはないわ、あるわけない。あんたたちに用意できるどんな見返りだってダイアウローラとその愉快な友人の化け物たちを敵に回すことと割が合うわけなんてない。ダイアウローラとダイベルンカステルの目論みを台無しにし、エンジェちゃんを連れ戻し、みんなで和解するというハッピーエンドが見られます。どうであるか、ラムダデルタ教、これほどのスリル他にはないぞ。それほどの大事を成し遂げればそなたも病を千年は忘れることができるのではないか。頼む、ラムダデルタ、俺たちに力を貸してくれ。どうか頼む、ラムダデルタ教、そなたしかおらぬのだ。力を貸してくれ、俺がお前に最高の物語を見せてやる。そいつを最前列で見せてやるから。だから力を貸してくれ。うるさい。